蝶姫は中国戦国時代の旗の王孔。姓及び意味名は共に不明である。司書によると蝶の出身であった。彼女は蝶の豪族の娘で、後に当時は商人であった両不意のかけとなったが、旗の王子であった子祖に壊れて、自分のかけであること隠して、妾として差し出した。 紀元前259年に生を産んだが、両不意との間にすでに子を宿していたとも言われる。紀元前250年に旗に入国した。紀元前249年に、子祖が総女王として新王に即位して王皇。紀元前246年に総女王が死去して生が新王になると王大号となった。式などによれば彼女は陰乱とされており、 旗の上昇に就任していた両夫威や偽宦官として高級に入ったと密通し、との間には二人の息子が生まれた。ただし、これらは事実でないとも、当時の旗の道徳観では、問題がない行為という説もある。紀元前238年に、がクーデターを結行したが失敗すると、激怒したせいにより、及びとの間の二人の息子は処刑され、彼女は養生に幽閉されたが、 後に許され、王城に戻った。紀元前228年に死去し、ミカドを追合された。去年53、ありがとうございます。